星間雲は銀河系を含む銀河に見られるガスプラズマダストの集まりを総称したものである。別の言い方をすれば、星間雲とは星間領域において星間物質の密度が周囲より高い領域のことである。水素を例にとると雲の濃度、大きさ、温度及び他の天体からの電磁波などにより、星間雲中の水素は中性の HI 領域。 イオン状態の非領域、分子状態になる。またその密度の違いにより、低密度雲、高密度雲に分けられる。新たに誕生した200個以上の恒星が、ホラー穴のような形をしたガス状の星間雲に散在する。恒星が、高エネルギーの紫外線をガスに照射すると、ガス中の原子は電子を剥ぎ取られて、冷気状態になる。するとこの星雲はこの原子に、 特有の気線を発する発光成分になる。星間雲の素性を分析するため、星間雲が発する電磁波の研究が進められている。星間雲を研究する方法の一つは、ある物質のスペクトルからこの物質を特定しやすい波長を選び、大型の電波望遠鏡や光学望遠鏡で全点を操作することである。低温の分子雲では超波長の電磁波が観察できる。 様々な種類の分子の分布図を作成すると分子雲の組成がわかる。高温雲ではいろいろな元素のイオンが見られ、そのスペクトルは可視光線や紫外線で観測できる。もう一つの方法は電波望遠鏡や光学望遠鏡である一点をいろいろな波長を観測し電磁波の強度を記録することである。スペクトル中に現れる数々のピークは星間雲中に 各種物質が分子や原子やイオンの状態で豊富に存在することを意味する。ピークの高さでそれぞれの構成比がわかる。メディアを再生する日型性雲星間雲は低温、低密度であるために最近まで星間雲内の化学反応は大変遅いと考えられてきた。しかしこの条件下で存在し得ないとされてきた分子量の大きい有機分子が スペクトル観測で発見された。この事実によると、星間雲内の化学反応は科学者の予測よりも早く進行するらしい。この反応は、目下、等速超音速流下の反応速度論実験として研究されている。この星雲は銀河系の時点により説明される以上に移動速度が速い。銀河内の一般的な星間雲とは、蘇生がやや違い。 中性の水素原子が多く、重い元素は比較的少ないのが特徴である。このような得意な成分を説明する理論には、銀河系の形成時からずっと取り残された物質であるという説や、銀河系と他の銀河や局所銀河群との間の潮積力により、成分物質が引っ張られたという説がある。後者の例には、マゼラニックストリームがある。高速度雲には、 HVC12741330 のように、HVC を関したコード番号が付けられる。ちなみに、HVC は高速度雲を意味するハイ、ベロシティクラウドの頭文字である。ありがとうございます。